行きましょう。来た。あー、中間か。冒険の記録。はい、じゃあそれでは行きましょうか。ちょっとな、連結は連結であんま使い勝手が、そのストーリー中のというか、そのダンジョン中のあれが厳しくなりますね。じゃあ行きましょうか。おい、雷鳴の山山頂1階。そっか、2段階になって、これ PP 全部回復した。お、 PP 回復したね。いいよ。あ、ちょっと待って、グミがある、グミッチがある。銀色の、ちょっと足アイテムが多いな。こんないらねえか。いや、リンゴいらないな、これストーリー中は。モンスカフいらねえ、リンゴいらねえ。なんかこれ結局今もさ、 お腹と PP 回復したし、あー、もうきついのが。おい、泥かけ、泥かけ水鉄砲で。おう、ちょっとここに任せる。大丈夫、お前には鬼の攻撃がある。鬼の最大連結アタッカーがあるから。あ、でも使ってくれないかな、連結技。ちょっと待って、これ味方の技ってさ、連結したらさ、あ、来た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 。無駄打ちがすぎる。最初に使ってくれればいいんだけどね。無駄打ちがすぎるな。全技を連結してるから、もうノアは殺人マシンと化したからね。いけ、ノア破壊しろ。あれ、破壊してくんね、怖いな。うわ、今一つでもこのダメージ。よいしょ、できますか。ちょっと電気タイプ、ああ、ちょっと積んじゃったよ。仕方ない、ノア、ごめん。よし、オッケーオッケー、階段があるから関係ない。ライボルトぐらいならお前なら倒せる。あれ、ライボルトどこ行った。あー、ノア倒された。うわー、復活のダーネ使っちゃったよ。あー、なかなか味方技使ってくれねえな。来た、ボス戦かな。ちょっとサンダーきついよな。ちょっと、もう復活のダーネ全部なくなっちゃった。ここが山の頂上だよね。おい、サンダー、どこにいる。ダーテングを助けに来たんだ、出てこい。来た、早いね。わあ。結構臆病なのかな、今回のパートナーは。言ったはずだ、邪魔するやつは容赦はしないと。怖くない、怖くないぞ。やい、サンダー、ダーテングを返せ。僕たちポケモン救助隊だ。そこまで言うのなら向けてやろう、我が怒りを。お前たちにな。嘘だ、ちょっと。しかもノアが初手そんな近いところからさ、縛りってダメージ食らったら治っちゃう。睡眠投げてみたら。よし。寝姿可愛いじゃねえか、お前も意外に。いいよいいよ、コンボ使っていこう、コンボいいぜ。やけどにさせる。いいよいいよいいよ、そういう戦いを俺は望んでた。あのさ、食べた方が確か強いんだよな、爆裂って。投げるより。起きちゃった。やばい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 。威力が高すぎる。どうするかな、泥かけ水鉄砲を撃つのと。いや。厳しい。え、だってこれさ、セロ、電気技一撃で多分死ぬしさ。そんな爆裂の段で殺し狙った方、撃破狙った方が良くない？食べようぜ。うわ、効かねえ。あ、てかこれ投げるのとダメージ変わんねえや、あんまり。よっしゃよっしゃ、いいぞ、空振り状態。よしよし、これ投げるのと使うのあんまダメージ変わんねえや。で、今にらみつける2回入ってっから、泥かけが多分ダメージ大きいんじゃない。当たんねえ。うわー、プレッシャーが、ちょっとプレッシャーきついな。よしよしよし、にらみつける入ってる。よし、空振り状態ね。いいぞ、空振り状態でちょっとしばらく頼むぜ。頼むぜ。プレッシャー、俺の攻撃一発も当たんないんだけど。ああ、倒した、やった。いや、俺の攻撃全然当たんなかったね。うおー、お前ら遅えよ。お前強キャラ感出しながらさ、俺たちが結局全部倒しちゃったじゃねえか。うおっ、
来るか、今度は俺が相手だ。待て、戦うのはもうやめだ。だいぶ頭が冷えたようだ。ラーテングは返してやろう。小僧どもなかなかやるな。だが次はこうはいかぬ。本気で襲うから覚悟しろ。それまで腕を磨いておくことだな。サンダーはなんで怒ってたんだろうね。あくまでもきっかけに過ぎないって言ってたけど、ダーテングはダーテングさんやばいな、マジで。あ、ダーテングが、お前大丈夫だったかよ。もうずっとなんか電気バチバチの雲の中とかでふわふわしてたんだろ、多分。大丈夫か。ああ、なんとかな。よかった、無事で。しかし驚いたな、あのサンダーを追い払うとは。確かにお前水ゴロにしちゃやけに強いな。水ゴロなめんな、水ゴロなめんなよ。前に会った時も感じたのだが、お主もしかしてポケモンではないな。ポケモンに向かってポケモンではないなってすげえ怖い怖い質問だよな。まあそうだけど、なんでわかるの。でもその通りだよ、セロはポケモンじゃない、セロは人間なんだ。なんと、人間だって。フーディンはなんでわかったの。ヨノワール的な孤児なのかな、フーディンは。でもあり得るのか、そんなことが。自分でもよくわからないんだって。気がついたらポケモンになってて、人間の時の記憶もわからないんだって。そうだ、そういえば広場でハスブレロが言ってた、フーディンならどんなことでも知ってるって。あ、なるほど、羽川翼ポジなのか。フーディならセロがポケモンになった理由もわかるんじゃないの。いや、わしにもわからん。そっか、知ってると思ったんだけどな。ただし突き止める方法はある。え、どんな。精霊の丘へ行け。そこに一日中太陽を見つめ未来を見通すと言われるポケモンがいる。ネイティオかな。あ、ネイティオだった、やっぱり。え、てかさ、このネイティオさんってさ、多分、いや、てか、あの、このネイティオがあのネイティオなわけじゃなくて、多分このネイ、あのネイティオがこのネイティオだったってことだよな。何言ってるかよくわかんないと思うけど、精霊の丘でしょ。精霊の丘ってさ、あの、超ポケなんだっけ。超ポケなんで、あの、パートナー、まあ、俺の時は種田だったんだけど、種田が、なんか、あの、旅立っちゃって、そう、種田がいなくなったから、もう連れて帰る方法を聞きに行ったのがネイティオだったから。なるほどね、あの超ポケ団に再出演してたんだ、ネイティオは。じゃあこのネイティオはあのネイティオだった、あのネイティオはこのネイティオだったというわけか。何言ってるかわからないと思うが、彼ならば何か教えてくれるに違いない。そっか、そのネイティオに会えばいいんだね。ちょうど名前も確か精霊の丘だったよね、なんか砂漠みたいな場所で。セロ行こう、精霊の丘へ。押しちゃいられない、早く帰らなきゃ。さ、ダーティングも急いで、早く帰ろう。あ、あ、そうだな、ダーティングかわいそう。セロ、そんなとこでぼやっとしてないで帰ろうよ。この3匹が敵になるってことあんのかな。フーディン、お前のことだ。全く知らないというのはなさそうだけどな。実は何か知ってるんじゃないのか。気になることが一つある。だがそれは言わない方が良いだろう。彼らのためにはな。まあ何かがあるんでしょうね。俺と。ノアにはどうなんだろう。わかんないけど。まあちょっともうちょい続けていきましょうか。次の朝。セロおはよう。昨日ちょっと調べてみたんだけど、精霊の丘は大いなる峡谷に。大いなる峡谷どこ？あるらしいね。早速行こうよ、大いなる峡谷に。あれ、どうしたの？これなんこの選択肢どうなるかわかんない。行ってみるか。ねえノア？ん？何？なんでそんなに頑張るの？なんでそんなに張り切るの？頑張るのじゃない。なんでって。そんなの決まってるじゃないか。自分のことじゃないのにさ、他人事なのにさ、なんかあんまどっちも変わらないような気がするけど、まあ。なちょっと下の方がトゲトゲしい言い方だけど、自分のことじゃないのにさ。そうだよ、自分のことじゃないから頑張れるんだよ。僕とセロは友達じゃないか。僕セロのためだから頑張りたいんだよ。なんでそんなに
確かに仲良くしてくれるのかは確か謎だね。家までくれて家までくれてな。そんなわけだよ。じゃあ今日も頑張ろうね。まあ、多分一緒に救助隊がやりたい、救助隊をやりたかったんじゃなかった、救助隊がやりたいんだよなノアはな。そう、だからパートナーができて嬉しいってことなんだろうけど、俺と仲良くする理由は。ごめんなさい、じゃあちょっと道具整理していきます。カッツはい、じゃあそれでは行きましょうか。大いなる峡谷、どこだ、精霊の丘っていうダンジョンではないんだね。大いなる、わあ、グレートキャニオン的な、あ、グレートキャニオン、日本語に直すと大いなる峡谷違うかなわかんねえ。ここが大いなる峡谷か。ここの頂上が精霊の丘と呼ばれているんだ。そう、精霊の丘ってなんかさ、もっと俺草とかが生えてて、なんかシェイミとかがいるようなさイメージがあるけど、なんか名前的にそんなイメージじゃない。でもなんかすげえゴツゴツしてるよねフーディによると精霊の丘は13階にあるらしい。遠いね。ネイティはそこにいる。セロ頑張ろうね。行くか。結構やっぱり初代ポケダンはそのなんていうか序盤から、てか序盤なのこれはまだまだ全然のような気もするんだけどね。かなりもうなんか10回超えてくるっていうのはなんか、おお、残っち元気してた、久しぶりじゃねえかあー、残っち逃げんのか。でも HP は高いな。行きましょうか。大いなる峡谷2階、お、階段の上移動しましょうか。どんどん進んでいきましょう。基本的に大いなる峡谷3階、13階だもんな。パワーバンダナ、これはまあいいかな、俺が装備してる。ゴマ像か、ゴマ像、まあ全部連結技でいいや、 PP マックスあるし。よし、丸くなる、硬くなるね。ほい、 OK、 階段なんかサクサク見つかりますね。大いなる峡谷4階です。で、いきましょう。これ何、チーゴの実か。うわ、キノガッサいるいや、まあさすがにそういう眠らせては来ないと思うけど、キノコの胞子って確かエリア全体技だよな、あれって。あ、来た、部屋全体にぶちかます、ドキチクな技だったような気がするんだけど。おい、4全部体当たりで、ちょっとそのノアの技を全部その連結しちゃってるから、味方の援護はないと思った方がいいな味方の援護はないね、角抜けとかで。おい、よいしょ、基本的に全部遠距離で削って、下のやつもちょっと遠距離削った方がいいな。うわー、厳しい、草タイプ2匹厳しいよ。おい、まずこっち倒せる。おい、次下、痛え、ノアに任せ、いや俺も攻撃しよう。おい、危ねえ、俺死んだらやり直しだからねあ、そういや復活のタネ1個買ってきました、店で。だからやり直しじゃねえよ、1回ワンミスは許される。ちょ、ノアの技全部連結しちゃったの厳しいかもおい、強いんだけどね、強い PP を無駄に使っちゃうかも。あー、めんどくせえことした、もう水の中入っちゃう、なんかガチャガチャしてたら。オッケーオッケー、まあその1セットでどんどんセット攻撃でな、倒していこう。よい、アロマテラピー、じゃあやっぱ草タイプは怖いね、基本的に。泥かけでいっか、ちょ泥かけコンボ全然効いてね。ヤドリゲリスとか、あれ、そっか、ちゃんと
向かないと、方向向かなきゃ。おい、命中率下げて、石投げよ。まあまあ、ひった石をとりあえず投げておくと。そう、これ麻痺猶予ターンが一旦あるだけで別にずっとアイテム使えるわけじゃないんだよ。それが危険だから、なるべく。今度連結技どんどん使っていくか。はい、いいね。じゃあ進んでいきましょうか。あー重い重いね。よいしょ。まあどんどん倒していこう。はい、ちょっと技もったいないね。お、レベル上がった。よしよしよし、徐々に徐々に奇妙な冒険していこう。威力が連結しなきゃよかった連結しなきゃよかったよ。ただこれ水タイプである利点としては、この通路でも横に水があればこういう風になんか味方と一緒に戦えることが少し利点にはなるかな。 PP マックス取っておいて。階段がねえな、どこだろう。お金もいっぱい拾って、あ、てかお金めっちゃ拾えるな。200ももらえるんだ。1個ダッシュができないダッシュができない。水に入れる判定が出るから。なんか来てる、闇カラスか。2発くらい入れて、あとは体当たりで。ほい、よしよしよし、行きましょうか。ごめん、ちょっとどうしてもダンジョンはね、なんかあんまり大声が出せ大声を出す力が、気力が、すいません。草タイプやだな、もう本当に。泥かけ水鉄砲で、怖いな。うわ、倒せない。リベンジは我慢か。後ろからガッサが来てる。ガッサ普通に物理攻撃強いからな。これがちょっと厳しいところ。あった、よし、行くか。階段どんどん入ってきたいね。大いなる峡谷6階。俺のぞく、ゴッドバードとか使ってこなかったっけ。そのさすがにそんなに強くないかこいつは。あー、 PP もったいねえまあいいか、 PP エイダーあるし全開するしね。よし、ほい、倒せるべ。よし、いくかちょっと全ての技を連結させたのはあれだったかもな。ガッサあんまり喉がね、めくってる。PP がちょっと、かわいそう。PP がかわいそうってなんだろう。石投げよっか。技使いてえな。いけ。てか普通に体当たりが、てかにらみつける体当たりぐらいのコンボでもよかったな。威力上がるわけだし、威力上がるというか、物理技のダメージがどんどん入っていくわけだしね。そのぐらいでちょっと火の粉まで、完全にサンダー倒滅用の確かにサンダー戦ではすごい役立ったんだけどね。ちょっとなんかの PP なくなってくれれば解除してもいいな。ちょっと敵強くなってきてるかな。てか経験値の量がなんかさっきの倍ぐらいもらえるんだけど。ってことは敵が一気に倍強くなってるっていうことなんですかいるね。ああ、近づいちゃった。なるべく連結技ガツガツ使って倒してくる。めっちゃ経験値もらえるえ、これさ、技で倒すよりもさらに連結で倒した方が経験値多いとかってことなのかな。さすがに、ああ、めんどくせえことした。入っちゃうんだな、つい水に入っちゃうんだ。ほいよ、ほいよ、ほい。押し切れなかった。ちょ、草技だけは使わないでくれマジで。まあただ地面入ってないから地面入ってないからまだねいいかもしれんけど。喉がバグってる。なんかよくわかんねえけど喉がバグってる。昨日カラオケ行ってさ、他
ケモンのオープニングの XYZ あるじゃん。あれを多分熱唱したせいだわ。カラミツカヤ、カラミティ倒せ。歌えもしねえ歌えもしない XYZ 歌、 XY&Z 歌ったせいだと思う。で、いきますか。大いなる峡谷9回。長いね、なかなか。少しずつ。ちょ、今回すぐ終わると思ってリンゴ持ってきてない。あ、1個だけ持ってきたんだっけな。ちょっと、うお、ヘラクロス。ここはもうガツガツ連携使ってった方が、連携じゃねえわ。あ、あと2回。危ねえ、怖いね、ポケモンが。道具マックス、あと2回使えるんだっけ。じゃあ、あと2回、あと1回だけ使おう。ほい、やるべくヘラクロス削って泥かけ水鉄砲。ちょっとオーバーキルだったな。あと1回で外れると。いけ、そのコンボで一気に燃やし尽くしてしまいなさい。で、PP マックス使おう。この、ちょっと、俺のは、切り、連結解除されない方がいいわ。どんどん使っていこう、これからも。じゃあ行きましょうか。あー、めんどくせえ。ちょっと待って。水の中めっちゃ入っちゃう。ちょっと、どうすればいいんだろう。これ水好きすぎて。俺水好きすぎて水の中入りまくっちゃうんだけど、つい。うわー、水だーっつって。もう。尻尾、犬が尻尾を振るかのような感覚で水に喜んで飛び込んじゃうんだけど、俺もう水なしでは生きられない体に調教されちまった。ポケダンの世界に。どうしよう、入っちゃう、めっちゃ水に。はい、よいしょ。行き止まりか。まあ、階段どんどん探していこう。もう半分以上来てるからね、どんどん行って。階段があれば今みたいな結構こうトリッキーな移動の仕方もできるわけだから、水タイプであることを生かしてもいいんだけど。アリアドス、こいつは連携で、連携じゃねえよ、連結で。そういやさ、最近の、あー、お腹減った。リンゴ1個だけ持ってきてた、よかった。リンゴ1個だけ持ってきてたわ。危ねえ。ほい、いいね。両方とも対炎タイプだと効果抜群だから、あ、落とさない方がいい。経験値は美味しそうな匂いがするけど、無理に押す必要はない。ほい、あんねえ、いけ、よーし、行くか。残り少ない。ちょっと正直ノアのさ連結は外れてもいいよな。別にさすがにちょっと極端すぎるわ、連結が。ちょっと外れたら仕方ないということで、むしろ外しに行くくらいの感じで。よいしょ、じゃあ行きましょうか。11階、大いなる峡谷。いるね、何かが。こいつは俺のコンボでいけるか。このタイプは敵、あれ、このタイプは敵じゃないって言おうと思ったんだけどね。攻撃が当たらなければ。ケンタロス、ケンタロス重いね。ね、絶対強いでしょこいつ。あー、でも倒せる。しっかりゴロンの石一発入れとけば倒せますね。ほい、行くか。お前も敵じゃない。ほい、行くぜ。あった、階段登っていきます。あと1階層で着きますね。大いなる峡谷12階。階段ねえかな。お主我に倒されたいというのかな。なんかショートカットキー全然使えねえや。あるのに。お、来た、我慢。あー、我慢いらねえや。 HP そんなすげえ高いわけじゃないしな。まあ、鳴き声もあんま使わないけど、対複数だったら別にいけるしな。鳴き声悪くないしな、そう考えると。来てんのは、あー、また積んじゃったよ。結構攻撃が外れちゃうんだよな。なんか必中メガネとかねえかな。ないか。よし、じゃあ進めよう。来た、行きましょうか。精霊の丘、ここが精霊の丘か。あそこに、おお。あ、本当に超ポケダンの時まんまだったんだな、これ、このエリア。
もう俺記憶なかったけど、超ポケ団やってる時は完全にもう赤青の記憶はなかったけど、なるほどね、これが元ネタか。あれのセロ、あそこにいるのネイティオじゃないかな。もしもし、あなたもしかしてネイティオさんですか。もしもし、聞こえてないのかな。もしもーし、もしもーし、ダメだ、全然反応がない。立ったまま寝てるのかな。立ったまま死んでる。やばい、くすぐってみる、攻撃してみる。攻撃はダメじゃない、くすぐってみようぜ。なんかバトルになるの嫌だし。え、くすぐるの、わかった、やってみるよ。こちょ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 。ダメだセロ、全然効かない。トゥートゥー、え、今頃笑い出したよ、ちょっと感度が感度がもしかして鈍いのかしら。なんでちょっとそういう口調、おねえ口調なの。うわー、ひや、太陽が沈んでゆく、いかにも私はネイティオ、私の正体を見抜くとはお前たちただものではないな。正体って何。そんな大げさな。いや、私にはわかる。そこのお前、お前はただのポケモンではない、お前は人間だな。すげえ、相変わらずすげえ。なんでわかるの。私は一日中太陽を見つめることであらゆるものが見えるのだ、過去も未来もな。だったら教えてネイティオ、隣にいるのセロって言うんだけど、気がついたらポケモンになっちゃってたんだって。しかも人間の時の記憶もないんだ。ネイティオだったら何かわかるでしょ、教えてよ。最近よく起きている自然災害、それは世界のバランスが崩れたために起こっているんだ。そしてお前がポケモンになってしまったの、それと大きく関わっている。セロがポケモンになったのと自然災害が大きく関わっている、だって。それどういうこと、セロと災害がどう関係してるの。俺が救うためにやっぱ呼ばれたんじゃないの。何なの、なんで黙っちゃうの、教えてよねえ。それより私は恐れているのだ、崩れたバランスを早く元に戻さないと世界はとんでもないことになる。世界がとんでもないことになるだって。私自身そんな未来が毎日見えてしまい、それに怯えているのだ。未来予知か、ね、ネイティオ。怖いのだ私は、世界が壊れるのが。世界が壊れる、ああ、いるいる。へへへへ、驚いた、あのセロってやつ人間だったのか、いいこと聞いたぜ、面白くなってきたな。はい、というわけで、じゃあ今回はここら辺までにしとくか、すいません。それではという、次パートでお会いしましょう。 See you next time、 バイバイ、お疲れ様でした。まあ徐々にね、俺がなぜこの世界に来たのか理由が分かってくるのではないでしょうか。そしてゲンガーは一体どんなポジションのね、悪役なのかも気になりますね。小物なのか大物なのかわからないけどね。そう、こいつは小物でも小悪党の匂いしかしないけどな、現状な。はい、というわけでお疲れ様でした。それでは次パートでお会いしましょう。 See you next time、 バイバイ、お疲れ様でした。